皆さんこんにちはということで、本日もね、やっていきたいと思います。で、今日はね、まずドジャース情報ね、いつも通りやっていきますけども、大谷翔平第6号ホームランということでね、いやー、すごかったですね。自己最速の、まあ、ホームランの速度、118.7マイル。そして今季 MLB 最高。 即のね、打球ということみたいですけどもね。まあ、しかもあれが弾丸というかライナーみたいなのに飛んでいってるわけですからね。それであそこまで運んでる。まあ、2階ですか、あれね。ということでね。いやー、まあ、周りの選手というか、ベンチ帰った後も、なんかみんなニコニコしちゃってね。まあ、もうエンゼルスだとああいう打球を見慣れてんでしょうけども、ベンチにいる選手たちも他のね。ただやっぱドジャースに来てまだね、えー、今シーズン来たわけですから、近くであの打球を、 まあ一緒の試合の中で見るって機会がまだあまりないのかなとも思いますしね。まあ今日の打球がエグかったのは事実なんですけども、みんななんかすごい笑顔でね、してましたね、ベンチ内もね。びっくりしてるというかもう笑うしかないみたいな感じなんでしょうけども、凄す,すぎるって言ってね。いや、素晴らしいホームランでした。で、現状打率と、えー、超打率、OPS、アンダス、えー、二類打数、あとは超打数ですね。まあ二打以上の数っていうところが、 えー、メジャーでトップなのかななので、リーグトップじゃなくて、メジャー全体でトップということだと思いますので、えー、六冠ですかね、現状ね。っていう感じだと思いますけどもね。だから OPS もトップにね、なってきたっていうことでね。上にベッツがいたりしましたけどもね。 まあそんなことでね、えー、今日のホームランもすごかったし、現状のそのね、数値的にもメジャートップがね、多くあるということになりますからね、えー、これは素晴らしいことでありますよね。という感じで、まあ今日のホームラン素晴らしかったなっていうね、えー、まず最初の話はそれでしょうということですね。そして試合情報の前にいつも通りちょっとね、ドジャースの情報をね、お伝えしていきますけども、トライ年ですね。 今日から AAA でですね、リハビリ登板ということで、今日投げたみたいなんですけども、今日はですね、あまりよろしくなかったということで、一人を三振に仕留めた後ですかね。 三、えー、3連打されてっていうことで20球投げたところで降板したと。えー、OC レジスターですね。だからまあ0.1イニング3アンダー3失点1脱三振みたいなことでね。えー、まあ今日はあまりよろしくなかったと。復帰当番のね、リハビリ当番1試合目はね。で、ドジャースに復帰するまでに3、4回リハビリ当番が予想されるということなので、今日を含むとすればあと3回。 含まないのであれば、まあ、あと3、4回みたいなことですけどもね。まあ、それぐらいで戻ってくる可能性はあるけども、ちょっと今日はよろしくはなかったという感じですね。そして、同じくね、アイルに入ってますヘイワードですけども、ロバツ監督としてはですね、コメントが出ておりまして、まだリハビリを開始する準備ができていないと語ったということなので、まだね、腰が痛いらしいんですよね。だからバットを振っていないと思うということなので、 一回アリゾナで合流する予定なのかなっていうことみたいですけどもね。ただまだね、触れる状況でもないのかなと思いますので、それがまあ戻ってからリハビリ出場がね、えー、可能になってっていうことなんでね、まだだいぶかかっちゃうかもしれませんので、パフェスがね、いい感じでちょっと頑張ってくれてるかなと思いますし、今日の打席内もね、ヒットが出なくても、まあ球数投げさせたりとかっていうのあったし、この前もホームラン打ったしね、 で、守備もなかなかね、えー、彼の守備とあとは肩っていうのも良さそうだしね。で、走塁というか走力ですか足の速さも割とあると思いますから、彼を起用してね、ちょっと頑張ってもらうしかないかなと思いますし、そのチャンスのね、時間が増えるっていうのは、パフェスにとってもいいことではあるしね。これでちょっと活躍してくれたら本当にいいと思いますのでね。ヘイワードとしてはちょっと時間がかかりそうなので、その分パフェスに期待したいなというふうには思いますね。 そして、ビューラーのね、リハビリ、まあ、最後のリハビリ登板になることを願いたいリハビリ登板になりますけども、えー、明日予定だと思いますのでね、まあ、明日しっかりと予定の球数とイニングあたりをいけたらいいなと思いますね。そして、ロバーツ監督のですね、ドジャースの日本出身選手ですか、日本生まれの選手のホームラン記録っていうのがロバーツ監督ですけども、 ま、そこに昇平が近づいてきてるわけですね。今日6本なので、まあ、あと1本ですか ?7 本だったと思うので。であと2本打ったら、ま、抜くっていう感じになりますから。 ま、今シーズンね、抜くのはほぼ確実だろうと思いますので、まあ、それに向けてですね、えー、次は監督の記録をっていうことでね、これ前も冗談っぽく言ってましたけどもね、まあ、ロバーツ監督としては試合前にですね、今夜彼が記録を更新してくれることを願っているということでね、コメントをね、出したみたいなんですけども、まあ、翔平は今日一本打ちましたからね、下もね、打てばまた並びますし、 で、2本打ったらもう抜いていくような状況にはなりましたけどもね。その時ロバーツ監督どんな感じでね、コメント出すのかっていうのはちょっと楽しみな部分かなと思いますけどもね。 まあもう抜かれるっていうのは分かってると思うので、別に何も思ってないでしょうけどもね。なんとなくこう、いろいろと冗談っぽく言ってるのでね、その時のコメントも楽しみに待ちたいなというふうには思いますけどもね。っていう感じの OC レジスターですね。えー、ここからですね、今日の試合情報やっていきたいと思いますけども、今日からナショナルズ戦ということでね、えー、アウェイに乗り込んでというか、そういう形にはなりましたけども、ドジャス4対1で逆転勝利ということになりましてね、えー、今日は良かった勝ち方だなと思いますけどもね。で、今日の大谷 打打数アンーー点1フォアボールとということで第6号ホームランが出ておりまして、まあ、その一本ですね。という感じで、えー、打率も3割6分4厘。OPS が1.107という感じにはなりましてね。まあ、先ほど言った通り、六、えー、6冠とかなんですけども、まあ、現状は6冠っていう感じですからね。まあ、まだね、4月なので、これがシーズン終わった時にね、6冠とかね。まあ、そういう形で出てれば、それは素晴らしいことなのでね。 まあそこもね、目指しつつというか、あとはホームランが増えていってホームランもね、トップに出てればいいなと思いますけどもね。まあなかなかこの、打率もね、3割6分とか維持しつつ、ホームランもトップになっていくっていうのはね、えー、難しいのかもしれませんけども、ただコンタクト的に言えばね、打率も、 まあね、このところ上がってきてるというか、例年というかね、そんな感じなので、まあ3割6分維持するかっていうとわかんないですけどもね、打率もある程度残りながらも、まあホームランも増えていくっていうこともね、えー、あると思いますから、まあ3冠とか2冠とかね、昨日コメントいただいてましたけどもね、その辺もまあ狙えるっちゃ狙えんじゃないかなと思いますけどもね。 あとは、その打点をどう稼げるかとかっていうのはあるかなと思いますけども、それはやはり、まあ、ランナーを置いた時点で打つっていうところがね、えー、例年通り増えていけば確率的にね、まあ、打点も増えていくかなと思いますし、まあ、ランナーを置いた状態がさらに増えていけばっていうところもあると思いますけどもね、それには、やっぱ下位打線がもうちょっとっていうところはあるのかと思いますけども、まあ、ベッツはね、出塁してくれてますけどもね、ただそっからの、その前からの出塁っていうのがあればね、 もうちょっと、えー、その時にホームラン打てばさらにね、えー、入りますし、まあツーベースでもいいけどもね。だからまあその辺の兼ね合いもね、打点はありますけどもね。まあそういうところでどんどんね、えー、シーズン終わる時に、まあね、トップであってほしいなというふうには思いますね。ただ現状は素晴らしいね、出だしではありますし、今日もね、良かったなと思いますけどもね。今日の、だから、ハードヒットもほぼほぼ、3本かなフライー上がっちゃってんのとかライナーもハードヒットなので、 100マイル超えなのかな確かね。だから基本的にはハードヒットできていたかなと思いますけども。ただヒットではなかったんですけどね。その他の打球はね。ただまあホームラン出たんで、すごいホームランがね、出たんでいいでしょう。っていう感じで、えー、今日のね、試合内容をやっていきたいと思います。まず1回もてですね。相手ピッチャーコービンということで、えー、今日もちょっとね、なかなか打てなかったなというところでね。えー、ベッツがセンターライナー、翔平がセカンドゴロ。 バットがこれね、結構折れましたね。なんか避けたうん、パカって行きましたけどもね。で、ツアウトからフリーマンがセンターへのツーベースということでね。フリーマンもちょっと上がってきまして。続くスミスがフォアボール1、2塁となりまして、えー、ただテオヘルがファーストゴロと。そして1回ラピッチャーパクストン。先頭エイブラムスがセンターのヒット。トーマスがライトフライ。ウィンカーセカンドゴロフォースアウトと、ワイルドピッチでメネセスフォアボールとなりまして、こちらもですね、ツアウト1、2塁ですかね。 ということになりましたが、アダムスをショートゴローでのぐと。そして2回もって、マンシーがフォアボールで先頭出ましたけども、キケがレフトフライ、パヘス、ダブルプレート。これセーフっぽかったやつでしたっけね。ただチャレンジは確かしなかったと思うんで、まあね、今してもっていうことだと思いますけどもね。で、2回裏ですね、バルガスがレフトへのツーベース、センゼルがライトフライ、ガルシアがサードへのヒットで、ワンナウト1、3塁となりまして、 ヤングのセーフティースクイズかな。で、0対1ということで。で、これもね、ヤング自身もチャレンジで覆って、まあ、ファーストへのヒットみたいなことになりましたけどもね。で、ワンアウト1、2塁とね、えー、続いていきましたけども、エイブラムス三振、トーマスセンターライナーで、まあ、1点では忍ぶという形にはなったのかなと。そして、3回表ですね、ロハスがライトへのヒット、ベッツがセンターフライ、ショウヘ平がセンターライナー、ロハスが盗塁して、クリマフォアボールでツアウト1、2塁となりましたけども、スミスが三振と。 そして3回裏4回表と三者凡退で終わりまして、4回裏ですね、ワンアウトからセンゼルフォアボールも牽制で飛び出しアウト。そして5回表2アウトからベッツがセンターへのヒットとエラーで2アウト2塁となりまして、ただ翔平がセンターフライと。そして5回裏2アウトからトーマスがレフトへのヒット。そして投塁でウィンカーフォアボールとなりまして、そこでピッチャーをグローブにチェンジと。でメネセスがセンターフライとなりましてね、抑えまして、 6回表、フリーマンファーストゴロー。ここでピッチャーがローにチェンジ。スミスショートゴローで2アウトからですね。トヨフェルがセンターへのヒット。マンシーがフォアボールで1、2塁となりまして、キケのセンターへのヒットで1対1同点。ピッチャーがウィームズにチェンジ。パヘスがライトフライもですね、この回同点に追いつきまして。そして6回裏、ワンアウトからバルガスがフォアボール。センゼルが三振で2アウト1塁となったところでピッチャーをベシアにチェンジ。 ガルシアがライトフライで抑えまして、7回表、ツアートから翔平フォアボールで、ピッチャーがハービーにチェンジと。フリーマンがライトへのヒットで、1、3塁となりましたけども、スミスがライトフライで、勝ち越しはならず。7回裏、ワンアウトからエイブラムスが、ファーストへのヒットで、えー、出ましたけども、牽制で飛び出してアウトと。で、ロッサリオをセカンドゴロに抑えまして、この回はまあ3人ですね。そして、8回表、テオィルがフォアボールで先頭出まして、マンシーがセカンドフライ。 テオヘルが盗塁して、ダーアウトマンにライトへのツーベースが出まして、2対1と、ドジャース勝ち越し。パヘスがライトフライでツーアウトとなりまして、ピッチャーがジェコブ・バーンズ。ロハスがライトへのヒットで3対1。ベッツピッチャーゴロとなりましたけども、この回買い打線の2点でですね、勝ち越しに成功したと。そして8回裏ピッチャーハドソン。ツーアウトからですね、アダムスをフォアボールで出しましたが、バルガスをレフトフライに抑えまして、9回表ピッチャーマット・バーンズ。 小平が今季第6号ホームランで4対1と、後続は3人でね、打ち取られましたけども、貴重な追加点を取りまして、9回裏はピッチャーフィリップス、ワンナウトからですね、連続フォアボールで1、2塁としまして、エイブラムスにライトへのヒットを許しましたけども、3、えー、ド用回ったところでですね、ガルシアがストップして、で、送球がサードに来て、で、挟まれてアウトということでね、 で、ギャロも、まあ来てしまっていたんですけども、セカンドの方に戻っていったということで、まあこのプレーね、大きかったかなと、これでワンアウト取れたのはね。でもって、まああれはね、挟めると思って、マンシーもちょっとね、やっぱ焦るわけですよ。結構メジャーリーグであの、挟んでね、ミスしちゃうって、守備側がね、ミスしちゃって点が入るみたいなのも、まあまああるんですよね。あまり練習しないのかもしれませんし。で、焦ってね、っていうところで、マンシーの送球も低かったんだけどもね、スミスがちゃんと取ってくれて、 あのタイミングでカバーに後ろ誰もいなかったような気がするんでね。あれ、逸らしてると良くないしね。まあ、その点もね、しっかりと、まあ、取ってくれて良かったかなと思いますし、まあ、何回も往復してるとミスが生まれるので、早いとこアウトにできたっていうところも良かったかなと思いますよね。まあ、いろいろと含めてあれは大きなワンプレイだったかなと。で、ね、ナショナルズとしては、まあ、痛い,いワンプレイだったかなと思いますけどもね。そして、ツーアウト1、2塁となりまして、ロサリオにもフォアボールを与えて満塁としましたけども、 最後はウィンカーを三振でなんとか抑えまして、4対1で今日は勝ったという試合になっております。ということで、今日のね、昇平の話ですけども、まあ素晴らしいホームランが出たということになりまして、今日はスプリットですかあれ打ったのね。という感じで、ちょっとね、真ん中高めぐらいですか まあ浮いちゃったスプリットって感じなのかなと思いますけども、見事に捉えましてね。いや、素晴らしいホームランであったということですね。で、現状、じゃあどういう感じになってんのかなっていうのを、ベースボールサーバントの方で見てみましたけども、まあもうあの、前にね、出したグラフなんかは、全部右に触れてるような形、ほぼほぼね。で、追っかけてっちゃうのと、空振りっていうのが、まあ真ん中あたりにいまして、ン K% ですね、三振率と、あとはフォーボールのね、率っていうのも、 まあ、真っ赤ではないけどもね。薄オレンジぐらいにはなっておりますね。で、走るのもそのぐらいという感じですね。だからまあ、すごいよね。うん。っていう感じなんですけども。じゃ、現状ね、えー、どういう感じっていうと、まあ、フォーシームがね、例年だとね、一番こう、まあ、打っているというか、なんて言うでしょうね。そういう感じなんですよね。で、今シーズンは、まあ、そんなにこう、打率として悪いわけじゃないんですけども、まあ、去年なんかは、フォーシームの打率4割とかあるんだよね。 で、2022年はまあ3割5分とかなんで、まあ今とはあんまり変わんないんですけども、ハードヒット率がまあ大体60%超えてるんですよ。66%とか7%とかね、超えてるんですよね。例年だとね。2021年も62%。で、今シーズンはハードヒット率の、フォーシームのハードヒット率がですね、56.3%なんですよね。ちょっと10%ぐらい、例年よりまだハードヒットできていないという状況と、 あとは打率も去年に比べたら低いのと、超打率も低いのとっていうことはあるかなと思いますよね。ただ、空振りのパーセンテージとしては、フォーシームに対しての空振りは減っていて、三振も、フォーシームに対しての三振っていうのは、ま、かなり減ってるんですよね。バットには当たってると思うんですよ。ただ、前に飛んでヒットになってる確率も低いのかなという感じですかね。去年とかに比べちゃうとね。だから、ま、これがもうちょっとハードヒットが上がってきてね、フォーシームの。 例年通りね。で、変化球っていうのは今、スライダー進化、チェンジアップ、このあたりは打ってますし、カーブもまあそこそこ打ってるという形にはなりますので、まあここを維持しつつ、フォーシームが上がっていくとさらにすごいことになるのかなっていうことですね。だから今現状すごいんですけども、まだ一番普段得意としている球が捉えられてない状況ではあると思うんですね。だそこがまあ上がっていくんでしょう、これからね。 普段のですね、まあ去年とか一昨年とかその前からすれば、方針はね、絶対上がってくると思いますので、今年もね。これが上がってきたらさらにすごいことになるかなというふうにはちょっと感じる部分では今日はあったかなと思いますけどもね、データを見た限りはね。まあだからこの変化球もね、これを維持しつつずっといくかっていうと、まあそれはわかんないんですけども、ただね、毎年毎年の結果を見ると、変化球も全部ほぼほぼ打ってるような形にはなるので、まあ変化球自体もこれからね、さらに、 えー、その他の球種も打てるというか、結果が出てくる可能性もありますしね。でもって、フォーシームがまあ、バーンと行いけば、えー、もっとすごいことになるなと、ホームランも増えていくのかなと、個人的には思ってますけどもね。まあ、今でもすごいんですけども、まだこの、ね、ポテンシャルというか、普段の感じからすると、まだまだいけるっていう感じがあるんじゃないかなと思いますね。フォーシームに関してはね。で、その他変化球は今んとこ、いい感じで来てるかなと思いますけどもね。でまあ、フォーシームは悪くないんでしょうけどもね。 ただね、えー、普段の感じからすると、いつもよりかは落ちてるというかね、そんな感じだと思いますけども。まあそこもね、えー、また上がってくることを期待しつつ、どうなっちゃうんだろうなと思いますけどもね、今年。でもまあそういう選手ですからね、期待をまあ、 さらに上行っちゃうみたいなところですから、まあそれをまた期待したいなというふうには思いますね。まあ今日は素晴らしいホームランでしたと。そして今日はですね、えー、まあドジャース、コービンがね、先発、相手先発はコービンだったんですけども、まあなかなかね、点は取れなくてっていうことにはなりましたけども、ただですね、今日点取って打点を上げたのは、まあ小平のホームランを除くと、えー、キッケでアウトマンね、代打で出てきたアウトマン、そしてロハスですね。 いやこの、いつもね、えーまあ、いつもというか、このところずっと言われてる、買出打線が買出打線がっていうところで、3点取りましたので、まあ、もちろん、テオヘルがね、出ていてとか、で、盗塁してくれてとか、なんかあったと思いますけども、ただ、打った人をね、見れば買出打線ですから、昨日もまあ、お伝えしましたけども、ただ、そこで点が取れたっていうのはちょっとね、でかい部分であるのかなと思いますし、今日そこで点が取れてなければ、点が入ってない可能性があるからね、翔平のホームラン以外では。だから、非常にね、大きな部分ではあったかなと思いますよね。 良かったんじゃないでしょうか、ね、まあ、ロハスはね、その、打率がどうのとかっていうところには含まれていませんけど、話としてはね。ただね、今日先発でショートで出て、いい働きだったかなと思いますけどもね。まあ、ラックスがあれだと、ロハスをね、割とね、頻繁にショートで使うみたいなことにはなってくるのかもしれませんね。まあ、どういう感じで、例えばラックスをオプションで落としたりした場合に、えー、誰が上がってきてどうするのかとかあると思いますけども、 まあそうすると右バッターが多めになっちゃうのかなとは思いますけどもね。まあまだね、若い選手をいきなり上げてくるってこともないのかと思いますから。ただまあ昨日もお伝えしましたけども、割とね、えー、打席数は多めにね、ちょっと与えて見ていきたいっていう話であるから、まだね、打席数は与えていくと思いますけども、それでもダメだった場合っていうのはね、えー、来る可能性はあるのでね、その時は考えなきゃいけないっていうのは昨日言ってましたからね。フリードマンさんもね。 だからまあそういう時どうするかっていうのもねまあある程度考えてはもういると思いますけどもねまあロハスを多く使うっていうのも手なのかもしれないと今の成績をね維持してまあね割と出て維持してくれればっていうのはあると思いますからねまあでもアウトマンもね、えー、今日良かったと思いますしねいいとこでみんな打ってくれたなっていう感じですよねであとは今日はピッチャーがね、えー、パクストン4.2イニング5アンダー1失点3フォアボール1奪三振とでリリーフですね まあ、リリーフもいろいろと言われてますけども、今日はリリーフの力も大きかったかなと思いますのでね。グローブ、ベシア、えー、ハドソン、フィリプスと。まあ、フィリプスちょっとね、最後怖かったですけどもね。なんかストライク入んなし、30何キとか投げてましたっけ大丈夫かなと思ったんですけどもね、えー。まあ、大丈夫だったというところで良かったと思いますけどもね。まあ、でもパクストンまずね、お話ですけども、まあ、前回がすごいフォアボール出したんでしたっけね。 だから、それと比べると、まあ、そんなにね、多くはないわけですけども、えー、3フォアボールですね。ただ、やっぱり、空振りが取れないのと、急速がね、やはり上がってきてないので、えー、去年とかと比べると、去年は平均95マイルぐらいで、今、93. 点何マイルなんで、まあ、2マイル遅くなってるとは言わないけど、1.5は遅くなってんじゃないかなっていう現状なんですよね。で、まあ、速さが全てではないんですけども、 まあ去年とか出てたやつが出てないのでね、ちょっとどうなんでしょうかねっていう話で、まあ最初から出てなかったんで、これから上がってくるのかなとも思ってたんですけども、まあなかなか上がってこない現状ではあるので、まあシーズン中に上がってくるのかもしれませんけども、このまま行く場合もあるよね、出なくなっていくっていうね。そこがどうなのかなっていうところと、まあ空振りがなかなか取れていないっていうのがね、えー、ちょっとあるのかなと思いますけどもね。 本来であればもうちょっと三振がね、取れてる選手なはずなんですよね。ただ現状その、えー、今までのね、登板で見てみるとですね、結構ね、去年とかと比べてもだいぶ違うんですよね。休暇あたりのですね、三振数っていうのは去年は9.47ということで、まあ多分良かった時期だと 11. 点いくつとか、えー、2021年だと13.5とかですかね。 まあそんな感じだったわけですけども、まあキャリアでいい感じの時期は10を超えてたわけですね。9回あたり10個以上の三振を取るっていう感じにはなってたわけなんですけども、まあ去年も9.47なので、まあ10は切っちゃったけども、まあでも9.47ですよ。で今年はどうなってるかっていうと、まあまだね、そんなに登板してるわけじゃないんですけども、4.79なんですよね。 だいぶ低いっていう感じにはなってきちゃっているという現状ではありますよね。そして、9回あたりのフォアボール数っていうのが7.40っていうね、今数値なんですよ。で、この前たくさん出しちゃってて、当番数も少ないので、これも上がってっちゃうっていうのはあるんですけども、ただ例年からするとまあ3個とか、 えー、まぁ、あ、2021年は6.75ですけども、通常に考えればもうちょっと低いピッチャーではあるわけなんですよね。だからちょっとその、や、請求なんていうかね、その辺もまあ,あるのかなっていうのと、今日もまあ3個かな出していて、まあんまりやっぱりね、えー、もうちょいこう、いい感じで投げられるんじゃないかなとは思うわけですよね。インコース、まあ攻めていってるのもあるんだけども、まあ、ちょっと外れすぎてるとかね。まあ、高めはいいとこに決まってるのもありますけども、まあ、もうちょいいけると思うんだよね。 でそうなってくれば、速さがなくても、三振が取れるのかとかね。うん、そういうのも出てくると思いますけども、このままの状況でずっと行っちゃうと、いずれ多分、あの、防御率とかも悪くなっていくかなと思いますね。ハードヒット数とかも結構あるし、で、今、インプレ打率っていうのが2割2分とかなのかな。かこれが低いんですよね、今ね。だから、ちょっとラッキーというか、いい当たりされても、ね、アウトになってるっていうこともあると思うんですよ。 で、これも例年3割とかなんで、これがまたね、1割近く上がっていくと考えると、防御率も結構ね、悪くなる可能性は出てくるし、点が結構捉える可能性っていうのも出てくるのかなと思うんですよね。現状は2.61なんですけども、これがまあ、えー、完全にね、いい形の2.61とは限らないということですので、だからまあ、それがね、今後どうなっていくかっていうところですけども、まあ、現状今これで耐えているので、今日も耐えながら投げたと思うので、まあ、コントロールと休息と、 まあその、その辺が戻ってくればっていうところでね、もうちょっとなんとかしていったら今後もね、いい形で投げてくれるかなと思いますけども、ずっとこの状況でいくといつかやられる気がするなっていうのはあるかなという感想ですか、パクストンに関してはね。ということで、まあちょっとなんか急速も上がってこないし、コントロールもね、普段よりかやはりね、暴れちゃってるというか、 例年にね、比べると良くないのかなという感じもありますけども、ただまだ4月なのでね、ここから上がってきてくれることを期待してっていう話ですね。っていう感じのまあパクストンというところになりますね。ということでまあ今日はですね、買い打線で点取って、で、昇平の一発のね、えー、その一点も大きかったと思うんですよ。最後9回の部分においてはね。 あれがね、何点差かによってプレッシャーも変わってくるし、2点差かね、3点差でも変わってくると思うので、あの1点のプレゼントっていうのはちょっとね、精神的には大きなものを与えたかなと思いますけどもね。だからこそまあ乗り切れてよかったなと思いますし、えー、海打線で逆転して、えー、打てて、で、いろいろと言われている海打線とリリーフでね、えー、今日は勝てたからよかったんじゃないかなと思いますね。ということでまあ明日も頑張っていただきたいなという話で練習をね、えー、続けていってほしいなというふうには思いますね。 続いてヤンキースになりますけども、今日は4対3で勝利したということにはなりまして、まあよかったなという感じですけども、初回のそのね、えー、初回に1点先制されたんですけども、今日はストローマンが先発でね。で、1回裏にですね、ワンナウトからですね、外とジャッジのツーベース、外はシングルですね。で、ジャッジがツーベース、で、スタントンがツーベース打って2点取りまして、で、リゾのツーランホームランで4点っていう感じになりまして、合計ね。ただこれだけなんですよね。 このね、試合。で、結局5アンダーしかできてなくて、で、最初のね、その1回裏で4アンダーかなと思うので、 その後はね、ヒットが打てなかったっていうことになりますからね。まあ、ブラックバーンってね、なかなかいい感じのピッチャーなので、まあ、打てなかったのかなと思いますけども、ただ、ちょっと寂しいは寂しいよね。初回4点取ったらもっとね、えー、大量点取って勝っていくっていう感じになっていったら、もうちょっと楽なんですけどもね。まあ、その辺のやっぱり爆発力がまだね、出ない試合は出ないという感じですけども、まあ、毎試合打てるわけではないからね、あれなんですけども。あとはまあ、ジャッジがもっとね、えー、復活してきてくれたら、 得点力としては上がっていくとは思いますしね。まあ、それを待ってる状況ではあると思いますけども、今日はまあ、なかなかヒットも打てなかったよね、と。まあ、最近そういう試合が多いような気がしますけども、まあ、これもね、波があるからっていう話なのでね。で、ストローマンとしては5.1イニング7安打されましたけども、3失点1フォアボール9奪三振で2発いかれたというところでね。ただ、粘って投げてくれて、 で、もってリリーフがですね、その後、ま、ムーアンダでね、抑えてくれたっていうことがありますので、まあ、最後、ホームズも、ね、あの、お優しい判定というか、ストライク判定に助けられてる部分もありましたけども、まあ、それはね、えー、どっちも同じといえばどっちも同じなんで、まあ、それはありがたい部分でもあったかな、最後ね、と思いますけども、えー、最後締めていただいてということでね、三、えー、3対4で勝ったという感じですね。で、あとは、怪我人のね、情報なんですけども、 えー、mlb.com ですね。dj がリハビリ出場したんだけども、なんか痛めちゃったのか、痛みがあったのか、えー、一1打席かな ?1 打席か1イニングかで、まあ、交代して、また検査を受けることになると、ニューヨークに戻ってね、という情報が出ておりますね。だから、これでリハビリ出場を続けて、えー、4月下旬に復帰っていう感じだったけども、それもま、予定としては狂うという話ですね。 で、あと、コールの話ですけども、えー、復帰予定としては、まあ、6月1日あたりっていうことでね、書いてありますけども、今日ですね、120フィートまでね、投げたということみたいなので、えー、本人としてはいい感じと語ったということですから、順調には来ているのかなと思いますので、大きなね、エースの存在ですから、彼はね。 まあ、早く戻ってきてくれることを期待したいですけどもね。まあ、いい状態で早く戻ってきてくれることを期待という感じかなと思いますね。というところの、まあ、ヤンキース情報となっておりますね。そして、エンゼルスですけども、今日は7対4で勝利ということでね、前半に得点をね、重ねていきまして、そのまま勝ちましたという形ですけども、トラウトにですね、第9号ホームランがね、初回に出ておりまして、今日はトラウトがね、1番に起用されたっていう感じですけどもね。 いやー、そろそろもうね、二桁ホームラインに乗る人がね、出てきてるわけですからね。いやー、4月ですけどもね、素晴らしいですね。で、アデルがですね、今日は2安第1打点という形でね、2ベースを打っているということと、基本的にはですね、大勢の選手が打点を上げているような形にはなっておりましてね、トラウト・シャニュエル、で、オハッピー・アデル、キホ、で、ネトが2打点という感じになってますね。で、まあ、7点ですかね、ということにはなりましたと。 で、今日の先発はキャニングでしたけども、5アンダ3失点、2フォアボール 4K ということでね。まあ、ちょっと不安定なね、ピッチングもありますけども、今日はまあ、まあまあって感じですか5、5回3失点ですからね。で、その後まあリリーフがね、1失点されてますけども、ただそこはね、1点だけで済んだということですけどもね。という感じでそのままね、逃げ切って勝てましたよということですね。 まあ良かったんじゃないですかね。連敗がまあだから5連敗とかだったわけですからね。止まったっていうのはまあ良かったということにはなりますね。あとはですね、エンゼルスの OC レジスターの情報になりますけども、スティーブンソンね、トミー・ジョンということで来週受けるらしくてですね。まあトミー・ジョンプラスインターナルブレースのやつ。ただ復帰時期が早まるかっていうとそうではないみたいなことも言われているということですね。で、結局、あの、急にね、やっぱりおかしくなったというか、 あのー、リハビリ登板中のあの一級でおかしくなったみたいなところで、それまでは全く何も感じていなかったということらしいんですよね。ただあれを投げて、なんか変だなって思って、その後投げて、また変だなってなって、まあ、ここまで大きなことになるとは思ってなかったらしいんですけども、実際はこういう状況になっていたということみたいですね。で、今回のことで、エンゼルスとしては2027年に2.5ミリオンのクラブオプションをね、ゲットしたって感じにはなりましたので、 まあそれがいいこととは言わないんだけども、保険をかけていたので、まあ一応今シーズンと来シーズンのどっかまではね、欠場になるわけですから、まあその分お金は払ってんだけども、その代わり、えー、怪我してしまったらその先のね、一年のオプションが安くもらえるよってことなんで、まあかけといてよかった保険ではあるんでしょうけどもね。ただそれはね、まあ、えー、最善策というか、 いい感じではないからね。今期投げてくれた方が良かったわけですからね。何度も言ってるけども。まあそんな感じなんですけども、一応まあオプションはあるよということですね。あとはですね、監督としては、レンドンの評価ですね。怪我の評価について最終的な見解を得ていないと語ったということでね。えー、ハムのね、えー、で離脱中ですけどもね。 月曜日にですね、追加の検査を受けているということらしいのです、まあその結果はまだね、聞いていないというか得ていないということなんでしょうけどもね。ということで、まあどれぐらい離脱になるのかわかりませんけどもね、連動もね。まあさすがにね、ずっといないってことはないでしょうけども、ただまたこれ復帰してきてまたすぐやるみたいなことが毎年繰り返されるから、そうならないようにしてほしいなとは思うんだけども、毎年そうなっちゃうんだよね。だからそこですよね、どの程度で復帰させるか。 ま、結局大丈夫だよってなって復帰しても、またね、同じような体なので、そうなっちゃうこともあるんですけどもね。ま、それはもうわかりませんけども、ま、とりあえずそういう状況であるとね、今ね、いう話ですね。続いて、今日アスレチックの方にですね、MLB パワーランキング、また更新されたものが出ておりまして、ちょっと軽く紹介したいと。 1>, 1位がね、えー、ブレーブスになりまして、カイリーザイタということで、前回2位タイに落ちまして、ずっと1位だったんだけど、2位タイに落ちて、また1位に戻ってきましたよと。で、2位がヤンキースですね。まあ、ヤンキースもね、えー、だんだんなんか出だしが良かったんで上がってきて、で、前回1位まで行って、で、今回は2位ということですね。で、オリオールズが3位になりまして、前回が4位だったのが3位にと。 で、えー、ドジャースがま、最近ちょっとね、調子が悪い時期があったので、2位タイだったのが4位に落ちましたよってことですね。あとはフィリーズが5位で、前回が6位。で、6位がブルワー,ーズで、前回が7位と。で、7位はタンパで、前回が5位なので、ちょっと落ちてますよと。で、今回の8位がガーディアンズということで、前回が17位なので、だいぶ上がってきましたという話ですね。で、9位がカブスになっておりまして、前回が10位なので、ワンランクアップ。 で、10位がダイヤモンドバックスで、前回が9位なのでワンランクダウンという感じですね。で、レンジャーズが11位で、えー、トロントも11位でという感じですね。で、マリナーズが13位と、前回が20位なのでね、だいぶ上がってきてるよという状況にはなりますね。という感じで、まあちょっとだけ入れ替えがあって、だいぶ上がってきたチームはありますけども、上位の顔ぶれはそこまで変わらないと。 いう感じかと思いますけどもね。ということでね、えー、MLB のパワーランクの更新バージョンということにはなりますね。続いてですね、オリオーズがカースタッド昇格ということでね、またね、トッププロスペクトが上がってくるということになりまして、まあ、ホリデーはね、ちょっと苦しんでるようですけどもね。カースタットもね、ドラフトがまあね、上位指名ではあったと思いますからね。いや、期待されてる選手ではありますけども、まあ、もうマイナーでの成績とは結構出してますからね。 まあ順調にというか、えー、成績自体はいいわけですけどもね、あとはメジャーでっていうことでしょうけども、まあどれぐらい活躍できるかですね、上がってきてね。という感じで、またね、トッププロスペクト、いくらでもいるって言ったらあれですけども、どんどん新しいのいますからね、いい選手がね。だから上げられないけど、下にいっぱいいい選手いるみたいな状況なので、 ま、怪我したらどんどん上がってくるとかね、そういう感じにもなってくるしね。いや、楽しみな選手はいっぱいいますけどもね、果たしてどうなるのかっていうところでね、カーストと昇格ということにはなりました。えー、そして最後ですけども、えー、その他日本人選手ということで、前田健太が今日5イニング3安打無失点5奪三振ですかね。 ただ、えー、タイガースとしてはですね、勝ってたけども逆転されてさらに逆転して勝ったみたいなことなので、えー、前田健太には勝ちはついていないという感じですね。ただチームは勝っているという状況で4対2でね、単波に勝っていると。で、あとはですね、ヌートバーですけども4打数無安打。で、ダイヤモノバックスに14対1で負けたという感じで大敗となっておりますね。 ということで、まあ今日はこれぐらいかなと思いますね。明日はまた、えー、ナショナルズ戦ね。えー、ドジャースはナショナルズ戦ですけども、頑張りたいなと、応援したいなということですね。という感じでね、えー、ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、X のフォロー、コメントよろしくお願いします。でわりまーす。ということでね、ここから雑談ですけども、えー、昨日ようやくね、ゴーストバスターズ見れてね、いやー、 よかったな、ということでね。ま、あんまり映画どのうのって、個人的にあんまりね、語らないんですけども、まあ、面白かったですね。ただ、あの、前半というか、うん。まあ、いい感じのところに行くまでちょっと長かったかなと思いましたけども、まあ、でも面白かったな、っていうところでね。で、まあ、結局ね、3月のね、30だか29だか、まあ、それぐらいに公開だったんですけども、もうね、ちょっと終わりそうな雰囲気になってんでね、1日いっぱいしかやんないみたいな感じになってきてるので、 まあ今コナンとかが来ててゴールデンウィークに向けてそういうのが多くなってるからかなとも思いますしね。まあそもそもね、見る人が少なければどんどん減っていくからね。っていうのもあると思うんですけども、1ヶ月でそういう状況になってるんでね。まあなんかちょっとあれだなと思いますけども、個人的にはまあ面白かったという感じでね。結構まあ一人で来てる人もいたし、まああとは若いね、高校生かな、もいましたけどもね。 なんか、もっと怖いと思ってたとかね、えー、言ってましたけども。まあ、オリジナルというか最初の方とかも、やっぱり見てなくて、ゴーストバスターズって言って、なんか見てみようってなるとそうなるのかなっていうことでね。まあ、怖いあれじゃないですからね、ゴーストバスターズってね。どっちかというとまあ、コメディ系みたいな感じですからね。で、現状ね、やってるのと、あとはその前にね、えー、もう一個あって、で、その前にちょっとまた別のやつがあるんだよね。 ゴーストバスターズみんな女性みたいな感じの。うん、それはまたね、違うつながりが多分あれないのかなと思うんだけども。だから、以前やってたオリジナルのやつと、その2個目のやつと、で、今回のとその前回のが、まあ、つながりがあるような感じなのかなと思うんですけどもね。まあ、オリジナルのね、役者さんたちも出てきてね。いや、非常にね、前回から出てきてんだけど、ほぼほぼ。まあ、それもね、やっぱり、前のを見てる人たちからすると、おーってなるしね。 いいことだと思いますけどもね。今回もまあ、ほぼほぼ出てましたし、よかったなと思いますしね。ただあのね、やっぱり、子供というかね、ちっちゃい子供たちをね、その全開に使ってると、今回、割とね、やっぱ成長しちゃうわけですよ。すぐね。背も伸びるでしょうし、まあちょっとね、顔とかも変わってきますからね。だから、どうにか全開にこう、頑張って寄せてるというか、うん、そんな感じは思いましたけどもね。 あの、女の子、フィービーですかね。と、あとは、ポッドキャストっていうね、男の子も、だいぶなんかね、背がでかくなってるような気がしたしね。だから、その辺の大変さもあんのかなと思いますけども、まあ、結構ね、ちゃんとこう寄せていってたかなと、髪型とかね、えー、まあ、そういうのでね、いうふうに思いましたけどもね。だから、その辺のね、えー、難しさもあんのかなと思いましたね。まあ、ハリーポッターとかもそうだったと思うけどもね。 全然用紙が変わってきますからね。随分ね。だから、まあそういうのもちょっと思ったかなと思いますけども。まあ昨日ね、見に行けてね、良かったなと思いますね。まあレゴのゴーストバスターズのレゴ欲しいんだけどもね。まあレゴもね、前はね、でっかいの作ってたんですけども、最近作る時間がなくてね。買ってあって作ってないのも結構あるから、まあね、って思うんだけどもね。今売ってるから欲しいんだよね。っていう感じで、そんなことも思いつつね、えー、昨日は映画見に行けてね、良かったなという話ですね。